そうでしたか。ゆりちゃん大きなってんな。私ももう長いこと家飛び出してすいません。せやけどもう真面目になりました。でも最初見た時分からへんかったわ。えらい大きなって。よく食べてるんやろ。確かに横にも大きくなりましたけど、それぐらいがちょうどええんや。これおばちゃんが全部作ってくれたんですか。まあこんなもんちゃちゃちゃっとしたもんで、お野菜が取れる地区とお肉は正明のおじさんが持ってきてくれる。正明のおじさんが、おいしいの取れたよ言うてドーンと。それでまあ自分一人で食べるのもあれやから、学童の子も読んで、へーで食べてもらってるんや。せやけど正明のおじさん、正明のおじさん週3回うちに来てもらってるんや。そうでしたか。えらい雰囲気が変わってたもんやさかい。いろいろ正明のおじさんもあってな、嫁はんに逃げられて、で週3回うちで面倒を見てるいうわけや。おばちゃんそこまでせんでも言っちゃいますか。僕はそう思います。僕やったんや。ゆりちゃんって言うてたはずやったけど。私です。もう僕というのは、僕はという言葉知りませんか。どういうこと。僕はという輪っかがあるんです。輪っか。僕はそう思います。僕はそう思います。いや、よう分かれへんけど、ゆりちゃんの中では流行ってんやろうな。それが都会やで、おばちゃん。ゆりちゃんの好きなナポリタンや。ナポリタンや。おばちゃんのナポリタンまーっと食べれると思わへんかったわ。うちもゆりちゃんに食べさす時が来ると思わへんかったわ。これ一ついただいていい。どうぞ、たーんと食べや。いただきます。おいしい。うれしいわ。今日帰りや、ちゃんと。もう帰るとこないんです。帰るとこないことないやん。パチンコ屋クビになって飛び出してきた。飛び出してきた言うたかてな。会場タクシーで10分行ったら、あてはあるはずや。まだ何も分かってへんな。分かってるから喋ってるやんか。会場タクシーで10分行ったって、世界は狭いで。世界は狭い方がええやんか。広い方が迷子になるで。迷子なりないわ。またそんなこと言うて。今日はあったかいお湯使ってぐっすり寝て、明日の朝の一便で帰るんやで。電話しとくさかい。おばちゃん、20万円借りてもええか。はい、わかりましたと言うとでも思うか。何に使うか言わんと貸されへん。いや、言うたかてそんな大金貸さらへん。アメリカ行くねん。夢を大きく持つことはええことや。うちかてな、若い頃は海外でグローバルにやりたいんや言うて夢見たもんや。でも結局いろいろ見て帰ってくるとこはやっぱりここや。島を守る、島を大事にする。経験で出るのはええけど、その20万であんた後悔することないんか。後悔することないな。常で後悔するけどな。